テニス界のフォアハンドで最強の選手といえば誰になるでしょうか。フェデラー選手もその候補に上がりそうですが、それだけを取ると他にもいそうです。スピードボールを打つのが世界一の選手、スピンを打つのが世界一の選手、対応力が世界一といろいろあります。フォアハンドが強いという選手は多いですが、最強となるといろいろな見方ができそうです。フォアハンドが最強の選手は誰なのか、それぞれ選びましたので紹介していきます。まず一番綺麗なフォアハンドはディミトロフ選手。テイクバックの上半身のひねり、ボールへの入り方、フォロースルーの大きさ、特にラケットを引くテイクバックから打ち終わりのフォロースルーまでの流れはとても参考になります。スピードが一番出ている選手といえばやっぱりデルポトロ選手。デルポトロ選手らスピードを武器とする選手はやはり長身であることが共通点です。速いボールを高い打点から打ち込む、しかもそれが腰より少し高いくらいの打点から打ってくるので安定感も抜群、そして非常に伸びのあるボールになります。デルポトロ選手が構えてフォアハンドを打った時はもう誰も対処できません。最近はそれを警戒されて低い位置で打たされることが多いですが、出たばかりの時はフェデラー選手が久々に対応に苦しむスピードでしたね。スピン最強のフォアハンドといえばナダル選手ですね。1分間に8000回転という凄まじい回転量を誇ります。そしてありえない軌道です。打った後急激にボールが落ちていきます。特にクロスに打つショットの伸びはもうありえないの一言です。スピン最強といえば間違いなくナダル選手ですね。対応力で言えばやはりこの人です、フェデラー選手。フェデラー選手はいろいろなショットを打たれても難なくペースを変えたり、逆にいろんなショットをコートのどこにでもコントロールします。どこにでもというのは全く大げさなことではなく、ありえない角度のついたフォアハンドやコーナーをついたような完璧なショットを連発します。パッシング、強打、ロブ、ドロップ、すべてで完璧なフォアハンドがフェデラーだと言えるでしょう。対応力変化においてはまさに右に出る者はいないと言えます。私が考える最強フォアハンドはやはりフェルナンド・ゴンザレスかと思います。規格外でもうありえないですね。普通に打っても強烈ですが、強打の時のショットはまさにスマッシュ、フォアハンドスマッシュと言われるくらいのショットがあります。なのでグランドスマッシュのボールもフォアハンドで打つことが多いですが、その時のショットはまさにシュート回転がかかったスマッシュです。全豪オープンではそれが炸裂し、ナダル選手、マレー選手は圧倒していましたね。高い打点を打つ時はまさにお手本のようなフォアハンドです。今回はテニス界のフォアハンドで最強の選手は誰かについて話しましたが、まとめるとフォアハンドだけでも一般レベルでは相当優位に立てられる、そしてゴンザレス選手がフォアハンド最強ということです。皆さんにとってのフォアハンド最強は誰ですか？ぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルではテニス選手の生い立ち、プレイスタイルなどを取り扱っております。これを見ているあなたがテニス好きでしたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。